いつまでやれるのかなとか考えることあります。若い子たちも強くなってきたしね。自分の中でこうなったら引退っていうのはあるけどな。指導さん、それ老眼鏡？グラサンだよ。まだまだやるからな。誰もが躍動するスポーツ、ダイナマイトボートレース。やれるのかなとか考えたりします。若い子たちも強くなってきたしね。グラサンだよ。まだまだやるぞ。あと。チャローもバッチリやってますよ。江口さんともいっぱい喋りました、はいね、いっぱい喋っていただいてありがとうございました。まだ撮影続きますもん、頑張ってください。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。どっかの現場で会っても知らん顔しないでください、ね、お願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。さあもうね、お二人はだから3年2年とこのボートレーサーを長らく演じてますけれども、改めてこうボートレースに対してだったり、このボートレーサーってどんな思いがありますか？そうですね、うん、まあ、やっぱ本当に毎年毎年 CM の撮影するたびに、まあ、やっぱボートレースって奥深いなっていうふうに思うんですけど、うんうんうん、やっぱその老若男女、その年齢も性別も関係なくこう活躍できるスポーツっていうのが、うん、 そうね、そもないじゃないですか、うん、その年齢で分かれてたりとか性別で分かれてたりとかするじゃないですか。他の女性男性で一緒にこう競うスポーツってあんまないし ね、うん、ないので唯一無二なところだなというふうに思いますね、うんうん、確かに熱いよね。熱いです。志藤さんは実際なんかボートレーサーご本人たちに会ったりとかっていうの？僕もレース場に何回か行かせていただいたんで、はいはい、あのレーサーの方たちもお会いしたことありますし、はい、実際にレースも見させていただいて、うん、やっぱり生で見るともう全然迫力が違うし、あのちょっと感動的ですよね。もう命がけになって戦ってるっていう感じは、はい、僕はすごいなんかボートレース場直に実際に行ってすごく感動しましたね。うん、なんかその僕も実際この自分のモデルになってる西山選手、はいにお会いする機会あったんですけど、まあ、本当に普段はすごい気さくでずっとボケ倒してるような感じなんですけど、やっぱふと見せるこう真面目な瞬間とかの表情を見るとなんかすごい体からの活力がすごいというか、うん、やっぱ本当に命がけでやってるからこそ出るこのオーラみたいな感じは、圧倒される感じはすごい受けましたね。やっぱなんかこうスイッチ入った時の目つきとか、うん、すごいよね。全然違いますよね、うん、なかなかこう普段ね我々が味わうものとはまた違う、すごい極限状態の中で僕らはその勝ち負けとかの世界じゃないから、やっぱそこが僕らにないものが絶対あるんだなっていうのは思いますね。だからもう本当リスペクトの気持ちでいっぱいです。自分の中でこうなったら引退っていうのはあるけどな。指導さん、それ老眼鏡？グラサンだよ。まだまだやるからな。誰もが躍動するスポーツ、ダイナマイトボートレース。